テレビや映画でよく見る美しい海や湖、あなたも一度は絶対に泳いでみたいと思ったことがあるかもしれませんが、中には一歩足を踏み入れたら取り返しのつかないことになってしまう場所も。どうもこんにちは、ルンです。どうもこんにちは、シャルロッテよ。ミツです、ミツです、ミツです、ミツです。なあ、この頃だけど、今回は絶対に泳いではいけない場所を案内するわね。どこからそんな声が出たんだ？ともあれ、この動画をご覧になったあなたは、ぜひコメントや評価をお寄せくださいね。では、行ってみましょう。キュアラティン川。アメリカ、オレゴン州北部を流れるキュアラティン川。全長134キロあるわ。神秘的な水の色が足の裏みたいにクサクサした気持ちを吹き飛ばしてくれるわよね。この川のターコイズ色の正体は、この地域で繁殖しているある種の藻なの。それは有毒ウズベンモウソウ。名前にも入っているけど有毒よ。この水を少しでも飲み込んでしまったら、吐き気と下痢が待ったなし。大量に飲んだ場合は半身不随、最悪の場合死んじゃったりするかもね。事実、これまでに川で泳いだ数十匹の犬が命を落としているの。そんなとこ泳ぐ以前の問題じゃんかよ。てか、そんな危険なもんならさっさと除去すればいいのに。もちろん清流を引き入れたりして藻の繁殖を防ごうとはしているらしいわ。でも温暖化が進んでいるから藻の成長の方が早いみたいね。ぶっちゃけもう手遅れかも。川を埋め立てた方が早いんじゃない？おいおい。ガンジス川。お次は13億の人口を抱えるインドよ。2024年には中国を追い抜くとも言われているわ。人が多いもんだから、生活排水やら下水の量やらが増加の一途。1日に400億リットルの汚水が排出されているの。どれくらいの量なのか想像もつかないわね。そのほとんどの汚水の行き先がここガンジス川になるって寸法よ。人だけじゃなく犬や牛、豚の汚物も流すから、匂いもひどくて汚ねえことこの上なし。そんな状態でも人々は裸で川の中に入って体やら髪やらを洗っているの。おまけに汚れた衣服やカーペットまで川の水につけて洗う人もいるらしいわ。こんな状態の川で泳いだらどうなるか、あなたにもわかるわよね。遺体もここに流すそうじゃん。それも汚染の原因になってるんでしょ？ルンなら大丈夫なんじゃない？インドにとってここは聖なる川だし。ほらほら、ここの人たちみたいに泳いできなさい。無理に決まってんだろうが。リオティント川。スペイン南西に位置するアンダルシア地方。そこには心に残る川が流れているわ。それがこちら。まるで誰かが出血多量のまま泳いだみたいね。特徴は何といってもこの真っ赤な色。これは交渉から流れ出た鉱物のせいよ。この辺りは昔から金、銀、銅、鉄の産地なの。5000年にわたる公害のせいで、この川は無機栄養生物がたっぷり。そして硫化鉱物が水を酸化させて硫酸を生成しているってわけ。その中の鉄酸化細菌やら硫黄酸化細菌やらが硫化鉱物と結びついて水を酸化させているの。それでもここは NASA のオレキレキがかなり気に入っているみたいよ。なんせこの川、火星の環境に似ているらしいの。調査に入ったこともあるそうよ。これでも微生物は住んでいるから、ルンなら泳げるんじゃない？泳げねえよ、問題しかねえよ。ホースシューレイク。カリフォルニア州マムースマウンテンにあるホースシューレイク。一見人畜無害で美しい自然に囲まれた場所なんだけど。ちょいちょい、ルンさんや、あれは一体どういうことだい？あれ？警告の看板よ。
地震のせいでこの湖の底から湧き出る二酸化炭素がかなり濃くてね、これまで4人のハイカーが窒息死しちゃってるの。しかもその時の濃度はなんと 70%。 一般的な空気中の CO2 の濃度は 0.04% だからおよそ1750倍ね。次行くぞ。次、カラチャイコ。ロシアのカラチャイコはウラル山脈南部にある 0.15 平方キロの湖よ。ここもパッと見綺麗な場所に見えなくもないわね。でも何を隠そう、ここは1940年代ソ連が建設していた放射性物質廃棄処理地。その時に多種多様な放射線廃棄物を湖にどんぶら流したの。その上1957年のウラル核惨事によってここは超濃度汚染地に大変身。1時間も岸辺に立ってたら600レントゲンの放射能を浴びて死ぬわ。とりあえず放射能汚染以外は大丈夫よ。何も大丈夫じゃないし、みんなも絶対に近づくなよ。無理かしら。違うわ。ディーンブルーホール。バハマのロングアイランドにある直径約100メートル、深さ約200メートルのブルーホール。ここでは様々な競技が行われていて、フリーダイビングの世界大会も行われているわ。世界中の人々を魅了する人気スポットなんだけど、地元住民はここには近寄らないの。この穴は悪魔が掘ったって言われていて、何人もの人が減圧症で死んでいるわ。きっと神秘さに取り込まれてしまったんでしょうね。事実、2013年にはアメリカ・ニューヨーク在住のダイバーが3分半以上潜水し、水面に浮上した途端に意識を失い死亡するという事故もあったのよ。ベリエッサ湖。極めつけはここね。ワイナリーが多くあって観光にもってこいの湖。アメリカ・カリフォルニア州ナパバレーにあるベリエッサ湖よ。なんだかでっけえ穴が開いているけど、こらえじゃないわ。ここはダムの一部で、一定数の水位に達すると自動的に排水するようになっているの。その影響でお風呂の栓を抜いた時のように穴ができるってわけ。その大きさはズバリ直径22メートル。水は垂直な穴を流れ落ちて600メートルほど下にある蓋釜に注がれるわ。2017年1月から2月、カリフォルニア州は記録的な大雨に見舞われたの。ダムには水がたんまり溜まったから10年ぶりにダム穴が復活したんですって。地元住民はこの穴をグローリーホールと呼んでいるわ。ちなみにこのベリエッサ湖、場所によっては泳げるそうだけど、ちょうどよく泳いでいた管理人が穴に落ちていったみたいね。今回は落ちで本当に落ちるってことでちょうどいいでしょう。相変わらずだけど、いつも大変だな。どうもこんにちは、ルンです。今回もいかがでしたでしょうか。泳いではいけない場所で泳ぐと本当に大変なことになるようですね。ちなみに管理人さんはサーファー限定の場所で何も知らずに泳いだことがあります。周りに人がおらず悠々と泳いでいると突然大波に飲まれてしまいました。上も下もわからなくなり、半分本気で死を覚悟したのだそうです。あなたが本当にビビってしまった水関係での出来事は何でしょうか。ぜひコメント欄で教えてくださいね。